大道省人帳を描いたサラ・ビクトリアアルバート博物館所蔵チェルシー時期工房はロンドンのチェルシーで1743年の1745年頃に創業した時期工房。ドイツ・フランスから伝わった技術によって18世紀なカバにイングランド各地で時期工房が開かれ始めたが、その中でもチェルシーは極めて優れた品質によって先駆的役割を果たし、 重要な位置を占める。貴族階級向けに作られた最も初期のソフトペース閉じ機は1745年のものである。工房の支配人はかつて銀細工だったニコラススプリモントだったが、工房の遠隔を知るための資料はほとんど残っていない。1750年まで大量に制作された初期の食卓用食器類は、マイセン及び銀細工をモデルにしたものであり、例として、 貝殻の形を忠実に模した食卓用紙を入れがある。チェルシーはその時期像で知られている。1760年頃からは、マイセンよりもセーブルの影響が強く見られる。1769年に工房はダービー時期工房の所有者であるウィリアム・デューズベリによって買い取られた。そして1784年に併用され、土、型、 そして多くの職人たちと造形したちはダービーに移った。この1769年から1784年の期間はチェルシーダービー時代と呼ばれ、両工房の製品に違いは見られない。チェルシー工房の歴史は4期に大別でき、おののは製品の底の工房員から名付けられている。初期にあたるこの時期の製品には三角形が刻まれている。多くは 中国の白字を意識しており、デザインに銀製品の影響が強く見られる。この時期で最も注目すべき製品はザリガニの形をした白い卓上紙を入れである。おそらく最も有名な製品は1747年のヤギと蜂というジョッキで、これも銀製品がモデルである。これらの模造品が19世紀にコールポートで作られている。この時期には、 表面を純白かつわずかにマットに指標ができるよう土という薬が改良された。イタリアの遺跡、港の風景、フランシス・バー・ローバン、イソップ・グーワから取った題材といった古典的な図案からマイセンの影響が明らかに伺える。1751年にはマイセンの食器セット2種の模造品が作られた。チェルシーはまたマイセンのオリジナルに影響を受けた絵柄、鳥、 動物の時期を制作した。花と風景は番宣布の模倣である。柿絵門様式は1740年代後期から1758年頃まで多く見られ、はじめは日本のオリジナルから、ついでマイセンとシャンティのスタイルを取り入れた。この時期に制作されたイギリス様式の食卓用、食器類には植物学的にも正確な草花が描かれており、これは フィリップ・ミラーの演芸辞典大発版を写し取ったものである。セーブルの影響が非常に強く、フランス風が際立っている。この時代においては、地形は複雑になり、地は色彩豊かで贅沢に金箔を使い、入念にロココ様式が施されている。1750年代と1760年代において、チェルシーは玩具制作でも有名になっており、 例えばボンボニエーレ、香水瓶、携帯用飾り箱、差し抜き、小型の印象があり、それらの多くにはフランス語が記されていた。1769年、工房は経営が行き詰まり、ロイヤルクラウンダービーのウィリアム・ドゥーズベリーによって買い取られ、1784年まで運営された。その間、チェルシーの製品は、ドゥーズベリーのダービーの製品と見分けがつかず、 この時期は一般に、チェルシーダービー時代と呼ばれる。ABCDE、世界3ヨーロッパともべじか、小学館、世界当時全週22、1986年、ピアニッシモ、248から250。ISBN978 から40億9641万226 22。 ハットボウ時工房は1744年に特許を認められているが、それがチェルシー時期の最初のものよりも先んじていたという証拠はない。ありがとうございます。